どうもこんにちは、新米クッキングの彦です。はい、今日の料理は野菜嫌いの子供向けに作った料理を作っていきたいと思います。うちの子は野菜嫌いで肉、スパゲティ、卵焼きしか食べてくれません。他のお子さんたちはどうでしょうか。今日作る料理は野菜が入った豆腐ハンバーグを作っていきたいと思います。はい、材料の紹介をしたいと思います。まずひき肉ですね。それに人参、ピーマン、玉ねぎ、まあカレーに入ってる具材ですかね。それと卵に豆腐、隠し味でオートミールなんか入れてみたいと思います。あとマヨネーズですね。はい、材料の紹介はこれだけです。人参は3分の1ぐらい使っていきたいと思います。玉ねぎは2分の1使いましょう。全部使いましょう。そしてピーマン子供嫌いですよね。細かくしていきます。ピーマンをこんぐらいにしておきましょう。人参も大幅に切ってからの、なんとこれ便利です。ミキサー。全部細かくするやり方なんですけど、プロのようにはいきません。なのでこちらのミキサーを使って細かく切っていきたいと思います。これ全部入れます。全部ですね。なんて便利、あ、なんて簡単。こんな感じになってます。はい、もうプロの技ですね。これをボウル等に入れておきます。続いて豆腐なんですが、これは水気を取るために木綿豆腐を使っていきたいと思います。水気を取ってレンジでチンしたいと思います。こちらなんですが、フライパンで炒めていきたいと思います。小さじ1の油を敷いて、先ほどのミキサーでかけたやつの野菜を炒めていきたいと思います。よく炒めていきます。止めてまたボウルに移していきたいと思います。それでひき肉と混ぜ合わせますので、はい、続きましてひき肉を 300g 入れまして、小さじ2の少々のナツメグを
入れていきたいと思います。で、こねます。まず最初こねました。オートミールを加えていきたいと思います。加える前に大さじ6、30g、30cc ぐらい、 50cc 入れたかな。ふやかしておきます。その間にひき肉と先ほどのミキサーでかけて炒めたやつを加えまして、豆腐も加えまして、卵も1個加えまして、そしてオートミールも加えまして、マヨネーズ少しですね、大さじ1ぐらいを加えまして、こねていきたいと思います。これでちょっと緩いなと思ったらオートミールを加えてください。パン粉の代わりになりますので、全部でオートミールいっぱいですね。大さじ、はい、ちょっと種の方が緩かったので 200g のひき肉を追加していきたいと思います。計 500g のひき肉と玉ねぎ1個とピーマン1つ、人参1/3ですね。これでも量はいいかな、緩いかな。これで焼いていきたいと思います。大さじ1ぐらい、普通は手でポン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 するんですけど、ポン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 とかそんなのやらずにスプーンで取りまして、スプーンで焼いていきます。わあ、いい匂いしてきた。一時はどうなるかと思いましたけど、なんとか形になるようになってきました。はい、焦げ目がついてるのを見ていきたいと思います。いい感じで焼けてる、いい感じで焼けてる。タイマー5
5分にしたいと思います。5分経ちましたので開けていきたいと思います。おお、いい感じ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 ですね。はい、盛り付けに行きたいと思います。ヘタセ引いて、はい、うわー、肉汁、3個ですね。ソースはデミグラスソースとか他いろんなのがありますけど、ケチャップでいきたいと思います。これでお子様が喜ぶ豆腐ハンバーグです。はい、実食といきたいと思います。では食べていこう、ね、食べていって。どんな？おいしい。おいしいでしょう。おいしいね。外パリパリしてるね。うん、どんなところがおいしい？中身、野菜とか中身はおいしいと思う。うん、と野菜入ってるんだよ、うん、はい、おいしいという言葉を子供からいただきました。作った甲斐があります。はい、いかがだったでしょうか。今回の野菜が入った豆腐ハンバーグはどうだったでしょうか。ミキサーがあれば簡単にできましたね。あと、なんていうんですか、豆腐種が緩くて、また継ぎ足して一時はどうなるかと思いましたけれど、なんとうまくいきました。はい、はい、動画は以上となります。この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。